耳から学ぶニューアース第5章ペインボディ。私たちが引きずる過去の古い痛み。5、過去にこだわる危機物語。人間がいかに過去を手放せないか、あるいは手放す気はないかを見事に示した前奏の逸話がある。タンザンという前奏が友人のソーと一緒に豪雨の後でひどくぬかるんだ田舎道を歩いていた。村の近くまで来ると道を渡ろうとしている若い娘に出会ったが、水たまりが深くて着ている着物が汚れそうだった。タンザンはすぐに娘を抱き上げて水たまりを渡してやった。その後二人の僧は黙々と歩き続けた。五時間ほどしてその夜の宿になる寺が見えてきた時、友人がとうとう黙っていられなくなって口を切った。あなたはどうしてあの娘を抱き上げて道を渡してやったのか。彼はそう言った。そうというものはああいうことをすべきではないと思うが、私はもうとうに娘を下ろしたのに、とタンザンは答えた。君はまだ抱いていたのかね。この友人のように暮らし、状況を手放せず、また手放す意志を持たずに、心の中にどんどん溜め込み積み重ねていたら、どんな人生になるか想像していただきたい。それが大方の人々の人生なのだ。彼らがこだわって心の中に溜め込んでいる過去という重荷のなんと重いことか。過去の人生は記憶としてあなたの中に生き続けるが、その記憶自体は問題ではない。それどころか記憶のおかげで過去から、そして過去の過ちから学ぶことができる。記憶、つまり過去に関する思考にあなたが完全に支配され、それが重荷に変わった時に初めて記憶が問題となる。そしてあなたの自己意識の一部になる。過去に条件付けられた人格があなたの牢獄となる。記憶が自己意識の衣をまとい、あなたの物語があなたの考える私になる。この小さな私、リトルミーは幻想で、時も形もない今にある状態というあなたの真のアイデンティティを覆い隠してしまう。あなたの物語は頭の中の記憶だけでなく、感情的な記憶、すなわちありありと蘇る古い感情によっても構成されている。思考によって恨みを膨らませつつ、5時間もこの恨みという重荷を抱えていた前奏のように、ほとんどの人は不必要に大量の精神的感情的荷物を一生抱えていく。彼らは不満や後悔や敵意や罪悪感で自分に小さな枠をはめてしまう。感情的な思考が事故になっているから、そのアイデンティティを強化するために古い感情にしがみつく。人間には古い記憶を長々と引きずる傾向があるから、ほとんどの人はエネルギーの場に古い感情的な苦痛の集積を抱えている。私はこれをペインボディと呼んでいる。だがすでに持っているペインボディを大きくするのを避けることはできる。昨日あるいは30年前に何が起こったにしろ、カモが羽ばたくように古い感情を溜め込む習慣を打破し、心の中でいつまでも過去を引きずるのをやめることは可能だ。状況や出来事を心の中にいつまでも生かしておいて、心の中の映画作りを延々と続ける代わりに、常に自分の関心を本来の状態、永遠の今に引き戻すことを学べばいい。そうすれば思考や感情ではなく今にあることがアイデンティティになる。あなたが今にあることを妨げる過去の出来事など何もない。そして現在にあることを妨げる力がないとしたら、過去に一体どんな力があるというのか。